もう連打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 。こんばんは、オミチューブです。本日の動画はファッション動画やっていきたいと思います。みぐり徳島東京編です。過去動画もぜひご覧ください。概要欄コメント欄に記載しておきます。それでは本編どうぞ。本日紹介するメンバーはこちらの5人のメンバーとなっております。早速見ていきましょう。まず1人目はナオトさんです。こちらは7月8日のみぐり徳島です。こちらのシャツはスタジオセブンのコットンレース SS シャツです。お値段はこのシャツのホワイトバージョンはどこかのタイミングで一度動画上げたかなと思っております。続いてこちらの写真です。こちらのブレスレットはスタジオセブンのマルチカラーフラワーブレスレットです。お値段はこちらの写真です。こちらはスタジオセブンのセブンボールブレスレットです。お値段は続いて2人目は直樹さんです。こちらも同じくみぐり徳島公園のお写真となっております。こちらのシャツはMCM の M パップメンズグラフィックプリント T シャツのオーガニックコットンとなっております。お値段はいやー、直樹さんファンの皆さんお待たせしました。やっと直樹さんの服のブランドがある程度わかる写真が見つかりました。いやー、いつも無地なんで本当これは助かるお写真ですね。ありがとうございます。続いてケンジロウです。こちらも同じく7月8日の徳島公園です。こちらのシャツはレッド94年製のハーレーダビッドソンの T シャツです。お値段は続いてみぐり東京編をお伝えしたいと思います。まずはナオトさんです。こちらのシャツは先ほどお伝えした T シャツのライトブルーバージョンとなっております。いやー、爽やかでいいですね。ちなみにこの服は7月19日のストーリーでも同じ服を着用しておりました。続いてケンジロウです。こちらのシャツはウェアハウスのラサールカレッジクルーの T シャツです。お値段はここからは番外編です。まずはナオトさんです。こちらは7月12日に撮影されたインスタの画像となっております。こちらのシャツはスタジオセブンのローズ EMB ポロシャツとなっております。お値段はちなみにこちらのハットは以前ストーリー3連発でお伝えした時のハットと多分同じ画像となっております。
よければチェックしてみてください。続いて、ガンちゃんです。こちらは7月15日の音楽の日で収録されたオフショットとなっております。いやー、イヤホンを調べたいんですけど、その前にこのムキムキな上腕やばいっすね。これはちょっとガンちゃんファン目がハートになってるんじゃないかなと思っております。いやー、かっこいいっすね。それではこちらのイヤホンはルイ・ヴィトンのホライゾンライトアップイヤホンブラックとなっております。お値段は、ちなみに皆さんは音楽の日はご覧になられましたでしょうか。いや、自分見たんですけど、まさかの録画し忘れて一回しか見れていないです。そしてオミさんがこの記事を引用リツイートしていましたね。いやー、中井さんと三代目のメンバーで結構貴重なお話していたみたいですね。いやー、この内容めちゃめちゃ気になりますね。続いて、ナオトさんです。こちらは7月18日に撮影されたゴルフのプライベートのオフショットです。こちらのスウェットは、アルボンゴルフのシグネチャージップアップスウェットです。お値段は、最後はリュウジです。こちらは7月18日のインスパイア東京2023のオフショットとなっております。こちらのジャケットは、ウィリー・チャバリアのウィリー・スポーツプレゲームジャケットとなっております。お値段は、次回はミーグリ愛知とライブの広島公演をお届けしたいと思います。お楽しみに。以上、三代目ファッション動画でした。